皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。実は今年の春にアップした動画の中でちょっと気になる点が1点ありました。こちらの動画ですね、ランクル80のタイヤ交換をした時の動画なんですが、プロペラシャフトからグリスが漏れてるんです。本来こちらグリスをアップするとここが伸びてくるんですが、ここから漏れちゃうんですね。この後、はい、ここです。ここから漏れちゃうとこちらが伸びてこないので、変速時のシフトショックとかが大きくなってしまうということですね。先ほどの部分だったんですが、これがずっと夏の間、もうその後ずっと私気になってまして、今回それを直しちまおうって動画です。それではどうぞ。
今回、80のプロペラシャフトの修理をしました。試運転してみたんですが、シフトショックも少なくなってだいぶ乗り心地も改善されました。私の80も平成8年ですから、もう24年経ちますよね。まあ、そう考えるともう旧車の部類に入ってきてると思います。まあ、今後もいろいろ修理をしたりメンテナンスをしたりして長く乗っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。